あった、書いてある。あ、ゴーだ。ゴーなんとか、ゴー。うわあ、うわあ、ボングリゲームズ。どうもみなさん、こんにちは。ボングリでーす。今日はですね、こちらのゲーム、モモというゲームをですね、遊んでいきたいと思うんですけれども、なんかいきなり始まってんのよね、これ。そう。なんか前置きなく、なんかゲーム起動したらいきなり始まっちゃってます。すいません。なんかね、簡単なゲーム紹介しますと、なんかね、モモというね、やばい女からね、携帯にメッセージが来るみたいですね。で、その携帯のメッセージの、なんか指示をですね、聞かないと、なんかちょっとやばいことが起こるみたいな感じのゲームでございます。あ、来た。あ、右クリック。あ、これであれか、こんにちはか。こんにちは。あ、モモから来てる、モモから。はい。テキスト入力。あ、これで俺が変身するみたいな感じね。はい。何が言いたいのみたいな。しない方が良かったみたいな。何これ、しない方がいいって。私と遊びましょう。いや、モモってこの女の子。うわぁ、なんだよ、この髪。目玉とか。やべえな、これ。すっげえな。そう、なんて打つ？びっくりした、化け物目。ちょっと化け物目って言ってみよう。ちょっとどうなりましたかね、これ。化け物目。ルールは簡単。いや、仕方してんじゃねえよ、簡単に。いや、さらっと仕方すな、お前。私の言う通りにする、もしくは、まあ、言わないでおきましょう。聞きたいことはある。いや、その、私の言いたい通りにする、もしくは、この後が聞きたいんだよ、お前。なんなんだよ。操作方法あるな。操作方法聞きましょうか。ちょっと最初わかんないんでね、操作方法。はい。操作方法気になりますね。右クリック長押しで、携帯を見れるわ。あ、確かにそうですね。E キー長押しで物ね。オッケーオッケーオッケー。スペースでジャンプ、シフトでダッシュ。携帯の下のボタンを押すとホームボタンに戻れるわ。他に聞きたいことは、ホームボタン。あ、ほんとだ。あー、すげえ、これメッセージとか。設定？あ、グラフィック。あ、すげえな、これ。ちゃんとこういうのやってくれんだね。はいはい。あ、ちょ、待って。はいはい。あと終了ってある。あー、押しちゃった！やべ。はい。改めてね、やっていきたいと思います。さあ、先ほどね、ちょっと終了ボタン押しちゃったら終了しちゃったんで、あれですね。何聞きましょうかね。ここはどこ分かった始めよう。ちょっとやりたくない、やってみよう。やりたくない。うわぁ！なんで2回叫ぶねん！なんだよ、今の。今の死んじゃったってこと？また始めから？さあ、ここはどこ？ちょっと聞いてみましょうか。ここはどこですかね。ちょっと、気になるよね。それを知る必要はないわ。なんでだよ、お前。聞きたいことあるっつったじゃねえか、お前。じゃあ、分かった。じゃあ、始めるか。始めましょう。さあ、ももとさあ、始めます。何を始めるんでしょうかね。何をしてほしいの？とりあえずそこでジャンプして。バカにしてんのか、こいつ。ジャンプしたぞ。ジャンプしたよ。どうだ、どうだ？ジャンプしてるよ。あ、ジャンプした。はいはい。まるでウサギみたいで可愛いわね。お前、しばくぞ、お前、こら。下の階に行ってちょうだいって。でも見えてるってことだよね。ももが。もも見てんの？下の階に行ってちょうだい。よかった。さあ、下の階はどこでしょう？こっちかな？ちょ、暗くね？こっちか。ここですね。はい。はい、なんか来ましたね。ところで何をするために生まれてきたか知ってる？うるさい！うるさい！さあ、どうする？なんて来る？うるさいって言ったけど。あなたの人生もあと10秒よ。あと10秒。10、9、8。わあ！なんで2回叫ぶの？うわ、これまた最初からか、これ。さあ、またやってきました。さあ、今度はさあ、選択肢見捨てないにしましょう。ところで何をするために生まれてきたか知ってる？知って、これうるさいにしちゃったらね、さっきね、ももが怒っちゃったんだね。ももちゃんちょっと怒らせないようにしてみましょうか、この子ね。怒らせちゃったらかわいそうですからね。はい。ところで、大好きなおもちゃって捨てられる。お前、なんだよ、お前、これ質問聞いといて、お前、な、答えろよ、お前、なん、こう話膨らませろ、お前。一問一答の問題集解いてる気持ちだよ、今。ところで大好きなおもちゃって捨てられる。まあ、いつでも捨てられるよ。どっちなんだ、これ捨てられない。じゃあ、いつでも捨てられるしようか。いつでも捨てられるぞ、俺。大丈夫。いつでも大丈夫。はい。6匹の携帯ライトをつけて。ライトつけて。ちょっと待って。熊の人形つったよね。熊。これかな？これ？あ、こうで。オッケー。
はいはい。あと、どれどれどれ、ちょっと待って。30秒以内でしょ？どこだどこだ、待って待って待って。多分この部屋だと思うよ、絶対。あったあったあった。いいよ。あとどこ？あったあったあった。今何匹目これ？何匹目これ？あと1匹？あと何匹？あとどこだあとどこだ？ちょっと待って待って。来た。うわ、なんか来てる。がっかりだわー。じゃあ、読むか。はい、知ってるよ。はい。どうせ仕方すんだよな、こいつな、ももね。ももちゃんは全部仕方しちゃうからね。これ会話のコミュニケーションが成り立てない。はい、じゃあ、いつでも捨てられるよ。はい。さあ、頑張ろう。行くぞー。で、ライトつけて、はい、探しましょう。はい。はい。はい、オッケーオッケーオッケー。スタート。急げ、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 急げ。はい、二つ目。はい、三つ目。はい。で、こっちこっち。で、ここが、はい、四つ目、はい、はい、五つ目、ラスト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 、よし、オッケー、これ、オッケー、六匹、ゲット、ゲットしたで、ももちゃん、頑張って、はい、頑張ったよ、僕、頑張ったよ、はい、本当は集める必要なんてなかったんだったけどね、お前、しばくぞ、お前、これ頑張って30分以内6匹集めたんだぞ、俺。しばくぞ、こいつ。次は何をすればいいの？ももちゃん。なんかちょっとね、こいつ煽ったら、なんだろう、こいつなんか、変な返答すると怒るからさ。2階で斧を見つけて？ 2 階で斧？斧なんてあんのね。あ、ジャンプしないといけない。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。斧か。ここは、ここはいけないか。二階で斧でしょ？こっちかな？斧、なんか急にあれだね。なんか、シリアスな感じになったね。なに、車？あ、これ、車型のベッドか。へぇ。いやいや、ちょっと待って、斧を探さないといけないんだよ。あったあった、これか。これやな。よし。斧取ったぞ、ももちゃん。はい。反対の部屋に行って。反対の部屋ね。うわ、すげえ、なんか、いきなり何？いきなりなんか、絵画、桃の絵画が貼られてあるよ。何？桃ファンが、いんのか？桃ファンでも、おるんか？さあ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 、ここに、あ、斧刺したな。石鹸を取ってちょうだい、石鹸ね。はい、石鹸、石鹸。何や、これ。何これ、死んでるの？マイクラか、これ。石鹸なんてあんの？あるか？あったか？これか？取ったで？もう取ったよ。ドアが開いたわ。ああ、はいはい。はい、なになに？ロープと椅子を見つけて？ロープと椅子？ロープと椅子を見つけんの？ロープと椅子はどこだろうな。ロープと椅子か。まあ、椅子は結構いろいろあると思うんだけどさ、ロープなんてさ、そんな、家に、なかなかないからね。ロープなんてね。こっちは、あれか。最初のとこちょっと戻ってみますか。あ、こっちも空いてる。こっちかな、今度は。ロープと椅子なんだけど、あ、これか。これはなんだ。これと、あとは、椅子？あ、これか。はいはいはい。あ、楽勝だ。はい。見つけたよ、ももちゃん。もも見つけたぞ。下の部屋に来てちょうだい。いやー、なんか、パシらされてるな、これ。パシらされてるわ、私。ももちゃんにパシらされるゲームですな、こちら。はい、来ましたよ。お！赤く光ってる。どうすりゃいいの？こんなところで。これ何？ちょっと、これを？ちょっと待って、押すよ。なんか怒った？あ！あ！ロープは？どうすんの？いや、なんも反応ないのかよ！なんか首吊るとかそんな感じなの？急にホラー感満載になったんだけど。あ、これで、あ、調べられるわ。これを、ちょっと調べますね。はい。どうなった？こちら側へようこそ、死んだの？キャハハハハだって。
下の部屋のレバーを引いてちょうだい。こちら側ようこそってやばくね？ここはいけないね。下の部屋のレバーを引かないといけない。下の部屋のレバー。こっちか。こっち側の世界へようこそ。モモに殺されたんか、俺、私は。いや、ほんとにモモの言いなりになりすぎだよね、私。結果としてこちら側に来ちゃったっていう。これかな？赤丸だからね。はい。いたで。いたで。あ、なんか2って書いてある、2。あなたの携帯にウイルスを仕組んだわ。お前ふざけんなよ、マジで。パスワードを見つけて、携帯に打ち込みなさい。5分。え、マジで？ちょっと待って待って。これじゃない？これ。これだよね。2。2だよね。え、2。待つのも暇だし、そっちに行くよ。来んのかよ、お前。来んなよ、お前。え、2って書いてあったよね。2。に、米米米に。あと、5分で来るって言ってたからな。あとパスワードがないかな。あ、こっち開いてるわ。あ、ちょっと待って、携帯のさ、パスワード入力。まだちょっとパスワード全部揃ってないよな、だって。4桁のうちの、2桁、最後の、やつが2だったんだよな。それだけはちょっと、覚えとこう。5分間しかねえからな。走れ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 。走れ。走れ走れ。なんだこれ。なんだこれ、骨か。なんか作りがチープだな、なんかすげえ。すげえ作りが、なに。また来てよ。あと4、うわー、ちょっと待って。せかすな。パスワード入力しなさい。うっせえな、こいつ。うっせえな、マジ。こっちはパスワード探しに7なんだよ、マジで。あった、書いてある。あ、5だ。5なんとか、5。うわー！うわー！近くにいるなよ。マジで。びっくりした。いや、初めてびっくりした、桃で。桃で初めてびっくりしたわ。はい。さあ、これ、ちょっと改めてもう一回いきますね。いや、来んのかよ、こいつ、マジで。2ね、2。オッケーオッケーオッケー。2ね、オッケー。どけ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。はい、携帯仕組んだね。仕組んだんだな。はいはい。わかる、オッケーオッケーオッケー。今度こっち行ってみようか。5。今度こっちね。最初ね、末尾。あ、ちょっと待って待って。1回携帯のライトつけて、はいはい。メッセージすげえな。はい、メッセージすげえ。来んのかよ。来んだよな、そういえば、桃がな。桃が来るからちょっと逃げねえといけねえんだよね、桃が。あ、こっちは、戻ってきちゃったのかな？戻ってきちゃうんだな。うん。オッケーオッケー。まっすぐ行こう、まっすぐ。うわー、いた！逃げろ。もうそんな足は速くないよね。まあ、大体こういうゲームは足は遅いやつがいっぱいいるからね。足遅いんだよね、大体。なんか声聞こえたんだけど、何？誰？遅っ！もも遅っ！もも足遅っ！足早すぎちゃう。いやー、これ迷うな、この迷路。いやー、迷うな。なんで携帯のパスワードを探しに行かなくちゃいけないのに、こんなにさ、迷宮なんだよ。え、あ、書いてある。あ、5、ちょ、待って。なんて書いてある、これ。6か。5なんとか62だ。5なんとか62。何？あと4分は、うっせえな。うっせえ、うっせえ、黙れ。あ、うっせえ、うっせえ、黙れ。あ、わかった。はいはい。5なんとか丸に、あ、書いてある。5662で、オッケー。5662ね、オッケー。撃ちまーす。うわー来てるな、ふざけんな、なんで来んだ、ここちょ、うわーるるるるうわ、ちょ、ママして。いやー、でもね、ちょっとあれですよ。もう、ちゃんと分かったから、もうそこ、ここでもう打ちますもん、パスワード。5662ね。5662。覚えたよ。はい、オッケー。はい、ありがとう。もう覚えたんで、打ちまーす。はい、打ちまーす。5662。はい、終わり。お疲れ。はい、どうだ、モモ。もう、速攻だよ、お前。あ、戻った。遊んでくれてありがとうね、だって。また会いに行くわ。来なくていいし。来なくていいし。え、制作者、原作、プログラム、デザイン。え？
え、終わり？まさかの終わりかな、もしかして。このゲームは面白かった？家にしてみっか。いいえ。面白くなかった。正直でいいですね。なんかごめんな。いや、面白かったよ。本当は面白かったけどね。ちょっとなんか、その答えが見たくて言っただけなんでね。はい。てな感じで、ももという、ホラーゲームでございました、皆様。いかがだったでしょうか。ね。まあ、ちょっとね、驚く感じはありましたけど、まあ、ちょっと面白いっていうことが、ちょっと面白さがね、結構、勝ってたかなというゲームでしたね。はい。面白かったです。はい。てなわけでですね、本日の動画は以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。